はい、というわけでですね、今回は僕が普段よくお世話になってる新宿にあるルックスクリニックさんというね、まあ、美容クリニックでちょっと顔のお手入れをねしてもらおうと思ってやってきました。でこれはハイドラフェイシャルという毛穴の汚れとかをかき出してくれるやつでね、これお肌がすごい綺麗になるという、なんか水流の力でね毛穴の汚れをかき出すとかそういう仕組みだったと思います。はい、入れる水剤で入れる次は角質除去とかですね、汚れを取っていく。これがですね結構、まあ、心地よいというか気持ちいいですよね。ちょっとピリピリしたりすることもあります。鼻周りねちょっと多めにちょっとやってもらってるんで、赤くなっちゃうんですよね。こっち側が取れた方でこっち側がこれからの効いてる気がしますよ、ね、もっともっと吸いますね、はい、ハイドラフェイシャル定期的にやってる人の肌すごく綺麗なので、メンテナンスってことで言うとねいい気がします。肌的に、どうでしょうか。こんな感じで、はい、それって気になる場所ありますか。いやもういい感じで、いいですか、はい、はい、安心してください。ただちょっと痛かったら言ってくださいね。だいたい皆さんでも30分の麻酔で耐えられてるから大丈夫だと思うんですけど、はい、ツヤッね、テカテカしていいですね。ハイドラで、ハイドラとダーマペンっていうか、これベルベットスキンを組み合わせる人って結構いるんですか。少ないです。あ、そうなんですか。やっぱ長いコースになっちゃうんで、これこの後ダーマペンというちっちゃな針を無数にね皮膚に刺していくというそういう施術をねやってもらいます。この日はハイドラフェイシャルと同時にベルベットスキンをちょっとやってもらうということですね。顎周りのたるんだお肉は普通にハイフでどうにかなるもんですか。これですか。はい、うーん、真面目にダイエットもした方がいいですかね。じゃあ禁煙しますか。それはちょっと怖いですよね。顎下の脂肪吸引は院長がめちゃめちゃおすすめしてるあれですけど、これだいたい 0. 何ミリぐらいで僕は今回やってもらいました。どうですか。はい、このぐらいでしてみましょうか。これで何ミリぐらいですかね。これで 0.4 です。 0.4、5ぐらいいってもいい気もしますね、はい、いってみますか。はい、で 0.5 にちょっとアップしてもらって、今日ベルベットスキーの推奨はマックス 0.5 です。へー、麻酔がね効いてるんでねそんなに痛くないですよね。なんでダーマペンのところ肌が良くなるかっていう仕組みについてはね書いておきますね。ごめんなさい。やっぱね針を刺してるわけですから、まあ、それなりには赤くはないし、ちょっとぐらいは血は出ますね。僕ももう34ですからね、こうやってアンチエイジングみたいなことは少しずつやっていった方がいいということでねやってます。これで一通り終わりました。はい、なんか綺麗になった気がします。出ると思います。基本的にはマッサージピールなんですけど、ダーマペンの後なのでなじませて拭き取って終わりです。なんでもないですか。なんでもないです。この感じでこう浸透していくんですよ。でここでちょっとピーリング剤を塗ってもらうというということですね。これ結構染みる部分もあるんですよね。かなり強い灼熱感が出てもうすぐに拭き取ってほしいってなるぐらいの人もいます、これ目の下の皮膚の薄いところとかはちょっと痛かったですね、ほっぺら辺の分厚いところはそんなに痛くなかったですね。アホみたいな顔してますね。なじませてるか気にしないでください。浸透させてるんですよ。乾いたら拭き取りって感じです。最近はねやっぱ男でもこういうちょっと美容クリニックに通う方もね増えてらっしゃるみたいでね、なので恥ずかしいことではないってことですね。でもほっぺからしようかな。ほっぺ
男もそれなりにね、美に美容に気を使っていくっていうのも時代ですね。結構ヒリヒリしますよね。結構ヒリヒリします、ね、この時が一番痛かったですね。拭いた瞬間のこう癒されるっていう感じが、はい、はあみたいな感じありますよね。はあ取れたみたいな結構ここは痛かったですね。うん、痛かったですね。でも赤くなってない方だと思います。人によっては結構真っ赤っかになるんで。クーリングしていきますね。あ、クーリング、はい、うん、クーリングするとすごい楽になりますよ。癒されません？これいい匂いしますね。ね、ちょっとベルベット好きな後のクーリングは結構癒し系ですよね。さらにクーリングをさせてもらいます。乗せちゃっていいですか、はい、こんな感じで、はい、はい、これで一応15分、はい、置かせていただいて、これで15分冷却したわけなんですけど、はい、めちゃくちゃ冷たかったですね。なんかこれハイドラフェイシャルに似てますね。あ、これハイドラフェイシャルの美容液に戻ったんです。あ、そうなんです、うん、先にやっちゃったらもったいないので。あ、そういうこと、うん、で最後に美容液を塗ってもらってね、仕上げって感じですかね。はい、お疲れ様でした。というわけでこの日はね、ハイドラフェイシャルとベルベットスキンで施術は終わりということで、でここからまた2週間後ぐらいにね、私はちょっとハイフというものをねやるわけでございまして、でその様子もねこの後出てくるんで、ぜひ見てください。というわけでハイフ前に1回これ麻酔クリームを塗って取るっていうところですね。で一回通常の状態ビフォーをね確認してからやるということで、ちょっと左の方がほうれい線際立ってるのと、こっちの方がここは気になる気がするんですよね。見と覚えておいてもらって、はい、じゃあちょっとこんな感じでやっていきますね。細かく見てもらっていい感じにやってくれるちょっと強めで最初やっていくので、もし辛かったらちょっと弱めていくのでおっしゃってください。でハイフというのはですね、まあ、顔のリフトアップをね目的としてやるような感じですね。大丈夫ですかね。大丈夫です。ちょっとやっぱ年齢とともにね顔が下にたるんでくるんで、こうやって定期的にハイフを行ってですね、リフトアップして顔を引き締めると小顔になるということですね。ちょっと顎をそうですね、こちらでちょっと顎突き出して、まあこれ結構痛いのかなって思ったら、まあそこまで我慢できるちょい痛ぐらいの感じですね。モード変えますね。モード深さをちょっと変えていきます。さあ、顎下から追加してやっていきますね。でこれ今回使ってる機械は多分ウルトラフォーマー3というそういう機械だと思うんですよね。じゃあちょっと痛いところやっていきます。この辺は若干ですけど、痛かったは痛かったですね。じゃあほっぺた膨らませますね。はい、ありがとうございます。ちょっと痛いです。一旦楽にしておきます。痛かったですよね。いやまあでも耐えれる。大丈夫です、ね、ギリですね。ギリ耐えれます、ね、まあね、美は一日にしてならずと言いますか、まあ、積み重ねが大事なんでしょうねきっとね。まあなんか効果出てる。どうですか、半分多分結構なんか出てる。もう小顔にキュッとなりましたよね結構すごくすぐ効くもんですね。直後からでも結構わかります。ただ一番1ヶ月後とかの方が引き締まるので、直後でもうちのハイフは効果ちょっと見れるのと、1ヶ月後の方が調子いいなとは思っていただけるかなっていう感じですね。でも今回やったハイフに関してはもう速攻で効果を実感できましたね。あ、すごいいい感じですね。あ、本当だ、うん、あ、全然違いますね。早いですね、効果でも、うん、あ、めっちゃフェイスライン感じに締まりましたね、はい、ちょっとね恥ずかしいんですけど、結構すっきりしたかなっていう感じなので、はい、反対もやっていきますね。早効果での
やっぱり3ヶ月に1回していただいて、まあ、1年ぐらいちょっと続けた方がより持続は長くなります。もしかしたら筋肉痛みたいな感じになるかもですね。でこれ今回このハイフという施術にかかった費用がですね、だいたい12万ぐらいだった、そんな気がしますね。じゃあ一旦正面向いていただいて、うん、反対側もいい感じですね、はい。まあ、でも全然痛くなさそうでしたね。いや結構我慢できる、我慢できるくらいの痛みって感じですかね。ギリですね。ギリギリ。じゃあ最後もう一回起き上がって確認しますね。あ、いいですね。こんな感じですね。あ、いいですね。揃いましたね。しかも小顔がもう、ちょっとここだけ最後追加して終わりますね。はい、わかりました。こうやってね、微調整もやってくれるという。ちょっと響きます。すごいいい感じのクリニックでございます。はい、お疲れ様でした。ということでね、これをやっぱ定期的に行ってね、美を追求するというか、まあ、保つというか、老けを緩やかにしていくといいますか、まあ、それなりにね、美意識を男でも持っていく時代なんじゃないかなと思います。お疲れ様でした。